門松良介は日本のシンガーソングライター、ラジオ DJ、マルチタレント。2016年3月までエーベックスのアコースティック男性デュオ、ひまりの元サブリーダーでボーカルギターを務めた大阪市西成区出身、B 型。デュオ時代の略歴はひまりを参照2002年に松瀬和明とアコースティックデュオ、ひまりを結成。2012年3月3日に。 一般女性と入籍。2015年12月26日に長男が生まれ一時の父となる。2016年3月末で、ひまりとしての13年間の活動を終え、ソロ活動をスタートさせる。地元、関西を大事に、自分にできることは、すべてやる。生まれて生きて、役に立つをモットーに、全国各地で年間100本のライブを行う。 2019年5月29日に長女が生まれ2次の父となる。ニックネームはカドちゃん。趣味は歌を歌う。戦闘サウナ岩盤浴、神社巡り、ジョギング。特技は、ソロ版で計算が早い。また中学校と高校の数学教師免許を所持している。2016年、京都マラソンに出場し5時間41分22秒で完走した。 また乾燥後にライブするという番組企画を見事こなして以来、走って歌えるアーティストとしても活動範囲を広げる。日焼けしやすい体質のため、出演番組の一つ、手上がる下がる内で番組ファンの方から日焼け止めをもらうことが多い。AD-1600 サザンジャンボ APX700 から 12NT 現在過去、いつも暖かく。 応援してくれているファンの皆さんへ、みんなに報告。最高のクリスマスプレゼント。新しい命、ありがとうございます。